プレミアプロを使ってインスタグラムのストーリーズに掲載をするような縦動画の作り方がわからないあなたのために、今回は画面収録を用いてプレミアプロ上で縦動画を作る時のシーケンス作成と書き出しの流れを一旦まとめて一気にご紹介していきます。レッツゴー。それでは解説していきます。縦動画を作るやり方、今画面に表示されているのは16対9という横画面です。このシーケンスを縦動画用に数値変更するもよしだし、新たにねシーケンスを作るならば、こちらからシーケンスとか新規作成ですね、ファイルから新規でシーケンスを選ぶと新規シーケンスというウィンドウが出てきます。ここで設定の方に行きます。プリセットではなく設定に行きます。で、編集タイムベースフレームサイズとありますが、まあ、ここ中島と同じになるように調整してみてください。フレームサイズは逆にします。今 1920×1080 ですが、 1080×1920 にします。1080×1920、 そうすると比率が9対16という縦になりました、はい、これで、ストーリーズ OK を押します。そうするとこのように黒い長方形の縦画面が出てきました。こうなっていれば正解です。で、先ほどね展開をしていたこの動画たち、ちょっとコピーしてみましょうか。そしたらちょっとこの動画だけコピー。そうすると、この動画は縦に撮っていないので、まあ、こういう表記になります。ストーリーズでもし縦動画をすで、にもう撮っているという方はですね、全体の表示がおそらくちょっとねこれ擬似的に作り出しますけど、まあ、こういう状態になってるかと思うので、まあ、もし、素材を挿入した段階で上下とか左右にこういった黒帯が出るのであれば、その黒帯を埋めるように、スケールを調整してみてください。縦動画の方はそんな調整が必要です。で、これ横動画をストーリーズに載せたいという方もたまにいらっしゃるんですよ。その場合は僕のようにこのようにね横動画を挿入をしたら、スケールを調整して、まずこの上下じゃない左右の帯がなくなるぐらいのサイズまで調整しましょう。僕の素材のサイズだと28ですが、これ元のサイズの大きさ、元の動画のサイズによって変わってきます。まあ、一応30ぐらいにしておきましょうか。で、これで書き出すもよしだし、もう少しね見栄えを良くするならば、素材をコピーします。オプションを押してクリップを選択して横移動とかするとね、このように素材を複製することができます。この状態で下のクリップを選択してスケールをグーンと大きくしてください。そうするとこういう風になります。ここでエフェクトでガウスを検索します。ガウス、まあ、ブラーのガウスというものがあるんですけど、これを下のクリップに適用します。適用しただけでは何も変わらないです。ここで、はい、エフェクトコントロールでブラー、数値を100とかにしてみましょう。そうするとこのように背景がブレます。まあ、50にするともっと柔らかくボケる感じです。まあ、50ぐらいでもいいかもしれないですね。そうすると見栄えが、先ほどの上下が真っ黒の状態よりかは、まあ、まだマシですよね。ちょっとプレビューが滑らかじゃないですね。よいしょ。いや、そもそも映像が動いてないのか。ちょっと分かりづらい例でしたね。まあでもこのように再生をすれば、まあ、背景も映像として生きている状態なので同じような挙動になります。ちょっとまた別のこちらの動画でやったら分かりやすいかな。これ2つ用意して、これでちょっと下は消して、上のサイズを30にして、これをコピーして、これを下のクリップを大きくしてガウスを適用させます。で、適用した数値は30くらいにします。50にしよう。50ブラー50で再生をするとこのように背景も共に動きますよということですね。はい、なのでこのように、上下黒帯にさせたいならこの状態でもいいし、ちょっとそれじゃあ見てくれが悪いなということであれば、背景に動画を挿入して、まあ、ぼかした動画を挿入するというのも一つ手でございます。なのでこの状態で書き出しをする人であったりとか、そもそも TikTok 動画として、まあ、TikTok じゃないストーリーズ動画として縦動画で撮っていた方は、まあ、こういった状態になるかとは思うので、黒帯をなくしてスケール調整をする。であとは書き出しですよ。書き出し範囲はインとアウトで調整をしましょう。まず
基本的にこのようにインとアウトで書き出し範囲を調整をした上でコマンド M もしくは左上に書き出しというタブがあるのでこちらをクリックするとこういった画面になります。ここで注意があります。プリセットのところ必ず、マッチソースの、まあ、ハイビットレートにしてください。まあ、ミディアムとかでもいいんですけれどもハイビットレートにすると、ローよりかは画質は良くなりますよっていう設定です。でこれよくあるのが YouTube 1080p とかってやってしまうとこれ横動画になるんですよ。縦動画は今 一見あるように見えるんですが横の黒帯とともに書き出されます。なのでこの点注意です。書き出しをするときはプリセットでマッチソースを選択する。そうするとシーケンスの設定通りに動画が書き出されますよっていう設定になるのでまあ、こういった点を注意して、書き出しをしてみましょう。これで書き出しをすれば縦動画の完成です。中地のクリエイティブ大学ストーリーズの動画の作り方の、まあ、シーケンス設定から書き出しの一連の流れでした。簡単にまとめると、横動画でそのまま使うならば上下黒帯が生まれますよと。なのでそれが嫌ならばもう一個動画を複製して複製した動画の先にガウスを適用させる、まあ、そもそも縦動画そのままポンとシーケンスに挿入をして、まあ、大体サイズが合っているんだったらそれで書き出しをしても OK だし、まあ、あとは黒帯が出てるならば黒帯を埋めるようにスケール位置を、項目を調整してみてくださいということで今回の動画は以上になります。いかがでしたでしょうか。これあまり知らないとシーケンスを作成するときの設定とか書き出しをするときマッチソースにしないといけないっていうことを知らないと縦動画なのになぜか横動画として書き出されてしまった、おいおい書き出しができないぞと縦動画作れないじゃんとなってしまうので、まあ、こういった点をね把握しておくといざ動画を作るってなった時にトラブルなく時間を無駄にすることなく書き出しができます、制作ができますということで今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録、コメントぜひしていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。